下、アンビーです。水上の宮？水上の宮。うん、村上の宮ちゃうね。うん、ラスボスっぽいよね。あ、どうだろう。そろそろでもボス、ああ、小塚さんに戻ったね。戻らないね。まあもうそうだね、隠れの宮入ったもんね。そこから水上の宮は、まあまあ、ワープできたのはよかったね。また隠れの宮の中はさまようよりは。あ、まあ。ここまで、90キロ前。どこ行くの？寝れないです。寝る寝るになるのです。どこ行くのこれ。え？こっち。こっち？うん。あ、そこ、右にもなんか、あ、奥にもなかったよ。そう。アイテム。よしよし。ボスやな。うん。24枚で。僕は、標準で60式をしといた方がいいかな。ん？じゃあ、うわ、2個だ。うん。そっちじゃない。そっちじゃない。こっちか。うん。で？うん、そっちでいいよ。お、また？しつこくない？それはしつこいね。すみません。いや、覚えてらっしゃる。お屋敷になかったもんな。うん。九十式は激アツやね。うん。あ、すぐ来たけど何もない。あ、そっち。そこの、うん、通路。またまたちょっと、さすがに、やばいな。よいしょ、本気出そうぜ。え？ 4 対 1？ ダメ、4ダメ。ページはちょっとこれ使おう。全カットです。まあ思いますするだろう、全カットするだろうな、全カットで、まあカットするだろうなと思う。ラストに近づいております。この上か、うん、うわ出た。何これ、何これ、でっかいやつ、でっかいミコ、でっかいミコ、このやついた、いたいた、うち、ちょっと待って待って、このやついた、いたいた、2回ぐらい戦ってる、そう今回3回目。どこ？あの、ひそかさんがこれにもなってたし、あー、3回、はい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 、あれを押したら4回目、どうにでもおらんくなったね。いいですか。なんかどんどん増えてんねんけど、あ、はい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 、これな、タピオカ投げて消えるやつ、おったおった、うん、
なんであんな遠くにいるんだろう。わかんないっすよ。寂しいです。もっと近づいて、近いよ。ほんとに、頑張れ。これ取ったら、死ね。よし、シャッターチャンスは逃さない。よし、実績6回以上。やった。やった、俺の勝ちです。じゃあ、フィルムか。90式をお願いします。ゼロ式かー、ゼロ式いらんねんけどな。マジでかっこ言わないのがうわー、ゲームオーバーなんですよな。いやなんか回復アイテムなくて済みそうね。さあここに来てアイテム、重要アイテム、うん、めちゃめちゃ使ったで。90枚、20枚ぐらいくれたやん。さあ、今すぐここでバーン。しかもダブル、ダブルバーン。スインドーバーじゃん。バーバーもあのね、タピオカ出すからね。ダブルチーズバーガーか。俺勝てる騎士品は右のやつにやられまくった記憶しかないんですけど、この瞬間でどう、うわーこれえげつないかもしれんな、うん、よいしょ、あーいいよいしょ、頼む、もうどんどん行こう、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 めっちゃ続いてる、どんどん行こう、よいしょ、もう狂った、めっちゃいいですね、ガジ。これはいいね。ちょっと待って、半身ふわふわ、何してるかこれ。お前何出しとんの？なんか押すな。こいつもしかして、うん、こっちの白い方は全然強ないかもしれない。あ、本当？うん。こいつが、こいつが、俺の勝ちだ。こんなの。よいしょ、よしかった。よし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 。黒が出ましたね。黒が出した。おお、え、俺の不審だ。いや、まだか。いける。いけるいける。おおおおね、新しい技した。波動拳。波動拳。いないいない。バーバー。いないいないババアや、ほんま。来たじゃんこれ。うん、倒した倒した。しかもノーダメージやったのに最後の1回食らってんのじゃん。よかった、ここをスッと倒してよかったね、うん、頑張った、今日一頑張った、うん、あのババアがもしかしてラスボスやった？いや、そんなことないでしょ。そんなことないですか、うん、絶対あのレッドアイでしょ、ラスボスは。あれ、そこでそしてひなさきさん、これひなさきさんも船ああってことはもう、みなかみの宮に。え、こいつ寝とったんちゃうん、ね、お母さんと一緒に。ね、お母さんどこ行ったんだろう。ここまで終盤まで来たけど、ストーリーが全然わからへん。わかんないの。ストーリーがわかりません。しかももしかしてこれあそこじゃない、湖じゃない？悲願湖じゃない？これ。あの、追いかけ回されたとこ？悪夢の、悪夢の悲願湖。そうじゃない？あれ？同じ？うん。Who are you？これはえげつない。誰かないで、もう置いていかないで。お母さんって違う。私には何もない、何もないの。お母さん。やっぱ前マザー。夢か。うん、なあ、嫌な予感するんだけど。嫌な予感。うん。
まあまあ、多分まあまあ、僕はもう。いつも動かさない。そうそう、まあもう、まあ、そうだね。まあ、レーサー動かし時点で、まあまあ、そうだろうなと思ってたけど。うそやー、俺またあそこ行かなあかんもん。今から。そう。ワープして、ワープ。頼むわ。いやお母さんがいない。地獄だまた一人で山に。じゃあ行って、どうしてここに。はぎれた写真、お母さんが持っていたもの。お母さんとこの男の人は、まさか、来なきゃ。私はもう一人にしないで。まあ、これで、社員記憶貸しとくじゃない。これ多分、この人のやつだから。ああ。うん。できるんじゃない？ポイントないんじゃん。あ、でも、一緒や、うん。あ、本当だね。うん。一緒か。強化レンズ。あ、強化レンズも強化できない？俺強化レンズ使ってへんねん。あれ？すぐそこにいるやん。本当だ。よかった。ワープしてくれた。ドキリしたわ。あ、隠れの宮かな。じゃあ、じゃあ、大間が強か。どこ大間が強って。ここ。バーバーのとこじゃん、これ。そう。どこだ。お母さんはないと。いや、どこにいるんですか、お母さん。そっちか。はい、ちょっと待って。違う、違う、違う、どうですか。悲願校。そうそうそう。お母さんめっちゃ撮る写真あるけど、うん、1回ぐらいしか撮ってない。お母さん。あちゃん。この写真。なんなん。全員集結するよ。有婚の儀式が入院の上に。それは死者と聖女を一つにする儀式。そういう儀式やった。出た。弔い写真はかつてのエマの代わり。うん、まれびとはこの弔い写真を見て惹かれた巫女と契りを結び、そして同じ箱へと入れられそんなんやずっと待っているのか。とこし花嫁だそうです。それを追う覗く部屋だね。変態男
継続なんだ。流水門の式7、白無垢無垢の花嫁が残した式。彼女も誰かが訪れるのを待っている。やっと決めたのになぜあの人が現れたのだろう。あの人はもう来てくれることはない。あの人を思って泣いた。壊れるほど泣いた。自分が砕けて亡くなってしまうほど泣いた。あの言葉は呪いです。あの言葉は呪いです。何なの？公共広告機構みたいな。あの言葉は呪いです。しーみたいな。また宴会場かな、これは。宴会場で巫女かな、これ。やだよ。もういいよ。巫女変わったらいいかな。もういいって、マジで。ストーリー進めてくれ。燃えて、わたらい榊。燃えて、宴会パーティーの余興は。酔っ払いと思うね。早く帰って、家帰って寝ろ。寝るか。さよなら。デスタッチやね。これ、レムさんの復顔射撃は許可したんだっけ？してたはず、うん、ここやったっけ、うん、奥の部屋やな、うん、みたいな、うん、だってや、ここはね、うん、お前さっき倒したやんけ。お待ちしておりました、僕ドラえもんで。違うでしょ。よくいらっしゃいました。はい、麻生様がまた来られるとは。こんなにめでたい。これ同じシーンやな。うん、同じ、また同じこと言ってる。ちぎりの相手はもう、でもあれか、前の時はなんか幻覚っていうか、うん、これ今リアルタイムで言ってるもんな。あ、そういうことある。あの時はあいつをこう抱きしめて、うん、ああ、そうやろ。確かにそうだね。これもリアルタイム劇場やろ。リアルタイム劇場。さあ行くぜ。行くが行われる場所、この中に誰かが持っているのか。いや、俺が誰を選ぶのっていうか。花嫁の写真、彼女はこの山の巫女だった。人が知られると花嫁の物価で写真があって、うわー、選べってことじゃん、これ。あ、そういう暗黒された、いつも夢に出てくる少女、彼女もまたこの山に来て、そして少年時代、あ、そう、あ、俺はどちらを選ぶのか。なるほどね。まあ、大阪、あの、部活の、ロスがどっちを選ぶか。ロスがか。どちらにしようかな。